ジェネシスクラウドサービスの福井です。こんにちは。この動画はですね、ジェネシスクラウドの API を使ったアプリ開発の初期フェーズについてご案内をするものです。具体的には、素の Windows PC を用意しております。そこにですね、開発環境を一からこう構築するところ、そこからですね、すべて動画でお見せしたいと思っています。開発をですね、今までにほぼやったことがないという方でも、この動画を見ながらですね、こう実際にこう手を動かしていただければ、自分の PC 上にですね、開発に必要な環境、これを構築して、ジェネシスクラウドのデベロッパーセンターにあるサンプルアプリをですね、自分の環境で動かすところまではできると、いったところ、そこまでいけるんじゃないかなと思っております。この動画では PC の OS は Windows 10。開発言語としては最近使われることが多いですね。Python と呼びますね。これを取り上げてます。ジェネシスクラウドの API を使って開発するという行為がですね、まあそれほど資金は高いもんじゃないですよというところをですね、ご理解いただけたならですね、この動画の目的は達成。私としてはハッピーですよということですね。あとはですね、きっとまあ自分の力で調べたり勉強して進んでいけるものと思っております。逆にですね、現在、ジェネシスクラウドの API を使って、すでにもう開発行為ができてますという方、この動画を見る必要はありません。おそらく得るものはないと思います。別の動画をお勧めしたいと思います。はい、この動画のアジェンダですね、こちらになっておりまして、この順番でですね、作業をこう進めていくんですが、ご自分の PC でもですね、同じように作業していただければ、その PC 上でジェネシスクラウドの API を扱う環境、ジェネシスクラウドの API を使って開発する環境、これが整います。動画の中では開発用サイトであるこうデベロッパーセンターもですね、ふんだんに利用しているんですが、そのアクセスしているところの画面もですね、すべてお見せしまして、初心者の方が迷うことがないようにですね、進めていきたいと考えています。それでは始めてまいりましょうか。はじめにですね、Windows PC に Python for Windows というですね、Python 開発言語のインストールを行います。これをインストールすることによって、書いた Python プログラム、これをですね、自分の PC 上で実行できるようになるんですね。それでは、PC の画面に切り替えて進めてまいります。はい、それでは進めていきますね。はい、Python for Windows のインストールからですね。はい、サイトはこちらになります。はい、URL は字幕で出しているものを見ていただければと思いますね。はい。このサイトはですね、行っていただくと、このちょっと下のところにパッケージダウンロードのサイトがありますので、こちらに飛んでいただくと、ダウンロードリンクに飛べます。で、皆さんこの動画を見ているときにはですね、もしかすると新しいもので、新しいダウンロードモジュール出てるかもしれませんけども、現時点最新のものをインストールしていただければ結構です。この絵でいきますと 3.9.6 っていうのが一番新しいもの。しかも、私が使っている Windows 64bit ということで、このなんか、まあこういうふうにですね、モジュール選んでいただいて、クリックしていただくとダウンロード始まります。はい。で、ダウンロードできましたらこれをですね、クリックしていただきますとインストーラーを開きます。で、インストーラーではですね、このままインストールナウってするんじゃなくて、一つだけこの @python3.9.2pass ですね。python3.9 のパスをですね、環境変数パスに追加しますっていうものですね。まあ、意味わからない方はチェック入れとけばいいと思ってください。はい、これにチェックしている状態でインストールナウ、これをですね、クリックしていただければインストールが進みます。はい、こうなりますね。はい、終わりました。セットアップアズサクセスフルですね、出てますが、ここではですね、このままクローズではなくて、このディセーブルパスレングスリミットってこちらですね。ですね、まあ、買ってきたばっかりの PC であれば、この辺必要ないんですけども、長らく使っているパソコンの場合は、パスの文字の長さが足りなくなっているかもしれないということで、ちょっと意味わからないかもしれませんけど、まあ、この辺はですね、押していただければと思うんですね。はい。パスの長さを長くするっていうものですね。はい。で、長くしておくと、まあ、こういうふうになって、長くされた後で、まあ、クローズを押すと。まあ、これですね。はい。はい。これでインストールは終わったんですが、一つだけ、ですね、このダウンロードの説明の中にもありますけれども、はい、ここですね。ですね、一度だけですね、これやっていただく必要がありまして、パワーシェルというものをですね、まず実行します。
で、こう実行しましたら、ここに書いてありますけども、このコマンドをですね、一回だけ実行してくださいということで、しまして、PowerShell 上で実行をします。で、エンターキーを押します。で、これで終わりました。何の反応もなくて、これで正解なんですね。このコマンド一回だけ実行すれば、あとはもう考えなくていい、そうですね。ここにも書いてある通りでございます。以上でですね、Python for Windows のインストールは終わりです。これでですね、Python プログラムというものをですね、こう動作させる環境は整ってるんですけれども、Python のプログラムを書く環境ですね。そういう意味では、少々心もとないですね。なぜなら、こう、Windows にはですね、プログラムを書く環境、まあ、エディタって言うんですけど、プレーンテキスト文章を書くことができるエディターはですね、標準では、こう、メモ帳、ノートパッドですね、しかないんですね。まあ、メモ帳でもですね、書くことは書けるんです。ただですね、そのメモ帳はですね、この Python の開発者のお手伝い全くしてくれないので、正直結構厳しいですね。で、この動画ではですね、世界中にですね、大きく普及している開発用エディターの、ここにありますが、マイクロソフトビジュアルスタジオのコードというもののインストールをお見せしたいと思います。で、もちろんですね、この先ほどお話ししましたけども、開発者のお手伝いという意味でですね、Python のプログラムを書くときのお手伝いアプリケーション、まあ、アドオンっていうんですけど、それについても一緒に紹介させていただいて、皆さんがですね、Python を書くときに、すごくいい環境っていう、まあ、書きやすい環境っていうのを整えたいと思いますね。もちろんですね、このあたり詳しくて、他にいいエディター使ってるよと、他の、好きなエディターあるよという方はですね、それを使っていただいても全然構わないですね。それではですね、PC の画面に切り替えて、インストールを進めていきたいと思います。マイクロソフトビジュアルスタジオコードのインストールですが、インストールサイトはこちらになります。URL は字幕を見ていただきたいと思います。で、ここではですね、Windows なり、その OS を選べというふうになってますので、Windows の、ところを押しますね。そうしますと、こういうふうになんか説明があって、もうダウンロード実はもう始まってるんですね。これはしばらくお待ちいただきます。で、ダウンロード終わったようなので、これを実行します。で、ですね、まあ、契約書出てきますので、まあ、同意するですね、まあ、見ていただいてと。で、インストール先ですね。この辺なんかデフォルトで結構です。こうやってプログラムメニュー、スタートメニューのとこですね。これもデフォルトで進めたいと思います。でですね、あとはですね、お好みですね。デスクトップ上にアイコンを作るとか、あとですね、エクスプローラーのファイルコンテキストメニュー、これは右クリックメニューのことですね。ここにコードで開くっていうのをつけるとか、まあ、この辺はですね、ご自由に好みでやってください。まあ、おすすめは上3つかなと思いますね。デスクトップ上にこのアイコンを作るのと、あとはですね、右クリックメニューにコードで開くっていうアクションを追加しておくと、まあ、便利なのかなと思います。あと、パスへの追加については最初からチェック入ってますけど、このままにしてください。で、インストールを進めます。インストール終わりました。ここではですね、まあ、チェックが入っている、ここ、ビジュアルコード、スタジオコードを実行するありますので、まあ、このまま実行してみたいと思います。ダウンロードサイト一遍閉めます。そうすると、今インストールしたばかりのですね、ビジュアルスタジオコード、これがですね、インストールされています。で、ですね、ただですね、この状態だと、まあ、日本語化されてないメニューが英語になってます。ですね、ちょっと難しくなってしまう、こういうふうな感じになってしまいますので、ここから日本語化を進めますね。すごい簡単です。ビューメニューのコマンドパレット、ここからですね、コンフィギュアと入力していただいて、一番上に出るですね、コンフィギュアディスプレイラングイッジ、これをですね、こう選びます。そして、まあ、インストールアディショナルラングイッジ、これをですね、選んでいただくんですね。そうしますと、どの言語をインストールするかになってますので、この中で上から2番目に出てますね。これ、日本語っていうところをクリックしていただくと。で、ジャパニーズになっていることを確認して、インストールボタンを押してください。そうすると、こう、アドオンという形でですね、このビジュアルスタジオコードにですね、日本語が追加されるんですね。で、ジャパニーズ入りましたら、こう、リスタートが促されますので、リスタートします。パソコンの再起動ではなくて、このアプリの再起動になります。で、再起動しますと、こういうふうに日本語化されています、いることがわかります。
はい。で、これでですね、基本的に使えるんですけど、もうちょっとですね、拡張機能、便利なものを入れていきたいと思いますね。はい。ですね、この拡張機能って、この、まあ、エディターの拡張機能ですけど、このボタンを押します。左下のアイコンのボタンですね。これを押しますと、いろんな拡張機能がここから探せますよっていうふうになってまして、ここからですね、おすすめのアドオンをですね、入れていきます。はい。私がおすすめするのは、まずですね、MS Python ですね。はい。で、そうすると、ですね、この Python についての、なんて言いますかね、文法上のチェック機能とか、そういったものを、入れることができますので、これですね、この MS Python なんとかってです。はい。MS Python、Python ですね。はい。これをですね、インストールしますと、今申し上げたような、こう、Python の文法チェックとか、そういったものがですね、できるようになりますので、インストールします。はい。インストール終わったようです。はい。それからですね、もうちょっと、アドオンですね、おすすめのものを入れていきたいと思いますが、インデントレインボーっていうのがですね、おすすめしたいんですね。はい。これどういうものかと言いますと、こうインスト、あの、こうやって見ますとね、アプリを書いていくときに、Python っていうのは、ここ自体に、インデント自体に意味がある言語になってます。で、どっからどこまでがですね、このインデントなのかっていうのを、こう、わかりやすくするために色付けできるのが、この、拡張機能なんですね。で、まあ、つべこべ言わずにですね、これ入れとけばいいと思いますね。はい。こういうふうにですね、赤のとこはここまで、まあ、インデントとか、これわかりやすくなるので、入れておくと。はい。これインストールボタンを押すだけです。こちらもですね。はい。あっという間にインストール終わりましたね。はい。で、まあ、このぐらいインストールしておけばいいのかなと思います。でですね、世の中のウェブサイト見ていただいて、コードのですね、便利なアドオンとか、便利な拡張機能とか、まあ、そういうふうに、検索していただくと、まあ、いろいろ便利そうなのが出てきますから、もしお好みなのあれば、それも入れていただければと思いますね。はい。それでですね、いろんな拡張機能を入れていったとしますと。はい。でですね、ここで、一つですね、コマンドプロンプトをですね、起動します。はい。ね。はい。で、この状態で、まあ、Python 入ってますので、 Python のコマンドをですね、一つですね、ちょっとテストで実行してみます。PIP リストっていうこれですね、何かと言いますと、PIP っていうのは、Python の、言語の、まあ、パッケージみたいなもんですね。はい。で、これで今、PIP リストっていうのは、Python のパッケージ何が入ってるかリストするっていうものですね。そういうコマンドです。はい。で、実行した結果、この2つのモジュールが入ってるよっていうのがわかります。それからですね、もう一つ、ここもやっておきたいと。はい。パイリントっていうですね、モジュールをインストールしていただきます。まあ、これはですね、Python の、まあ、文法チェックに使われるような、ファイルだと思っていただければと思いますね。はい。で、インストールがこれで終わったんですけども、この状態からですね、コードの方からですね、ファイル、ユーザー設定、ここですね。はい。それから設定かな。はい。これ入れていただいて、で、検索、設定内容をですね、確認するんですが。はい。Python Linting Enable。これ Python の Linting 機能。まあ、先ほど言った文法チェック機能、そういったものが、Enable になっているかどうか、これ確認します。それから、もうちょっと、もう一つですね。Linting ファイル。いいね。はい。こちらも合わせて確認しておいてください。チェック入ってますと。はい。以上でですね、Microsoft Visual Studio Code のインストールを終わります。まあ、これでですね、Python のプログラムがこの Windows 上でこう書いたりですね、動かしたりすることができるようになったということです。はい。ここまででですね、Python を動かす環境と書く環境、これが整いましたので、いよいよですね、デベロッパーセンターにあるサンプルを動かしていきたいと思いますね。まず最初はですね、ジェネシスクラウドに対していろいろこうするためにですね、クリアしなきゃいけないこう OAuth の認証っていうところをですね、やっていきたいと思います。実際に動かしてみ、あの、いきたいと思います。まずはですね、ジェネシスクラウド上に、ですね、プログラムからのこうリクエストの受け口になるこう OAuth のクライアントっていうものを設置していきますので、画面をですね、ジェネシスクラウドの設定画面に切り替えて説明を進めていきます。はい。ではですね、OAuth のクライアントの設定を進めていきたいと思います。ジェネスクラウドにログインをします。はい。いつものようにこう、選んでいただいて、
設定画面に入っていただきます。はい、設定画面来ました。はい。この中でですね、OOS の設定、この統合メニューの中ありますので、この中入りますね。はい。そうすると、まあ、既存で何か、OOS クライアントいろいろあるようであれば、こういうふうに表示されますけど、ここではですね、新規で、クライアントを追加します。はい。で、名前は何でもいいです。結構、つけてください。福井の、まあ、こういうふうにですね、OOS のテストですと。で、クライアントの資格情報、これをですね、入れます。はい。で、役割の割り当てが必要です。こう出てますので、これを役割をですね、追加します。はい。で、ちょっとですね、まあ、いろんな操作ができる。まあ、どの操作をですね、このクライアントから許すかっていう意味で、ここで役割を定義していただきます。まず、ここではですね、面倒なので、すべての、ほとんどすべての操作ができるアドミン権限をちょっと割り当ててみたいと思いますね。はい。で、この状態で保存っていうのを押しますと、はい、正常に保存された後でですね、ここに、クライアント ID とクライアントシークレットっていうのが、払い出されていることがわかりますね。はい、こことここですね。わかりますかね。はい、これでですね、OOS クライアントの設定できましたので、今度はですね、デベロッパーセンターに行きまして、OOS 認証の、サンプルアプリをですね、ちょっとダウンロードしてこようと思います。はい。以上の作業で OOS クライアントの設定ができたと思います。続いてですね、ソース側に OOS クライアントの情報を書き込んでいくんですね。画面をですね、Microsoft Visual Code に切り替えて作業を進めていきたいと思います。はい。それではですね、OOS のサンプルを動かすところをやってみたいと思います。まずはですね、デベロッパーセンターのですね、チュートリアルっていうところへ行きます。ここにはですね、いろんなサンプルが載ってるんですね。言語別に、この言語別にいろんなサンプルが載ってます。で、今回 Python 使ってますので、この縦軸、ここにチェックがあるものを探しますね。はい。で、OOS のですね、まあ、サンプル探すので、OOS のことやってるようなこと書いてるのを探しますと、この3つがですね、OOS って書いてるんですね。はい。で、この中でも、まあ、簡単なサンプルはですね、クライアントクレデンシャルとこちらの方の認証を使うやり方なんで、これの Python のですね、サンプルを、入手します。で、このチェックを押していただきますと、Python の画面に行きますね。はい、こういうふうになります。はい。で、ここでですね、いろんな言語を選んでいただいても切り替えすることができますけど、まあ、Python はこういうふうになってますので。で、この、プログラムの解説については、このステップをこう進めていくと、ここで何してるよってこう分かるようになってるんですけど、まあ、丸ごと全部ですね、コピーするっていうことであれば、このコピーボタンを押すんですね、右上の。これを押しますとコピードになりまして、Windows のクリップボードにこれで、この、書いてあるこのサンプルがですね、コピーされました。はい。で、この状態で、コードの方に持ってきますね。はい。で、コード開いてますが、ここでですね、そうですね、ちょっとまあ、いろんなアプリケーション入れておくフォルダを作りたいと思いますね。はい。フォルダを開くと選びまして、で、ここでですね、まあ、例えばデスクトップの上に、ちょっと新しいフォルダ一つ作りましょうかというところですが、新しいこととか。はい。で、ここで GC と、ジェネスクラウドと。まあ、こういうふうにすると、まあ、ここにジェネスクラウドのフォルダできました。GC フォルダ。はい。この中でいろいろやっていこうと思いますね。はい。で、フォルダ開きますと、今はまだ空っぽなんですね。はい。で、このフォルダ自体をですね、信頼しますということを押しておきますと、はい。こういうふうに、この GC フォルダの中、開いてるような感じになります。はい。で、ここにですね、サンプルいろいろ追加していきましょうと。はい。で、ここでですね、OOS の、はい、テスト。こんな風にやって、Python プログラムなので、.py をつけておくのが、慣習ですね。はい。ここでエンターを押しますと、この OOS テストっていうファイルが一つ作られまして、中身空っぽのファイルが開きます。で、さっきですね、Windows のクリップボードにコピーしておいた、サンプルプログラム、これをですね、ペーストしてあげる、まあ、貼り付けするんですね。よいしょ。はい。そうすると、さっきですね、コピーした内容がこれで入っていることがわかりますね。はい。で、この状態、まあ、このままですと、このサンプル動きませんね。はい。なぜなら、どのジェネシスクラウドを相手にするかとか、そういうのが情報が足りないんですね。で、そこをですね、書き込みを上げる必要があって、それはですね、この3行でやってます。はい。で、このクライアント ID とか、クライアントシークレットとか、エンバイロメント、こちらにですね、ジェネシスクラウドの、宛先のジェネシスクラウドの情報を入れてあげると、どのジェネシスクラウドを相手にですね、OOS の、ログインをするかってわかるようになりますので、ここにですね、必要な情報を書いていきます。はい。まず、クライアント ID ですが、こちらはですね、先ほど作った、これですね、
OAuth のクライアントの中にあるこのクライアント ID ってこれがそれですね。はい。で、このコピーボタンを押しますとコピーできます。で、やっぱりですね、このソースのところにこう持っていって貼り付けるんですけど、ですね、この辺深く考えなくて結構ですが、まあ、os.environment を使うと、まあ、環境変数を使っての、転送になりますけど、まあ、ここではですね、もうベタに貼り付けてしまいましょう。楽なので。はい。で、シングルコーテーションでこう囲みながらですね。はい。で、ここにですね、貼り付けをします。はい。これでクライアント ID できます。今度はクライアントシークレットですね。これもですね、同じようにですね。はい、こうやってですね。はい、今度はこちらのクライアントシークレット、この内容をコピーしますね。はい、で、また貼り付けます。はい、これでできました。今度はですね、エンバイロメントですけども、こちらの方はですね、ここに例として mypurecloud.com のようなことを書くって書いてありますけど、それはですね、まあ、日本の場合は .com じゃなくて、っていうところがありまして、これはですね、まあ、ちょっと一遍消しておいて、はい、どこを見ればいいかと言いますと、このですね、リージョン解説、プラットフォーム API の中のリージョンっていうところ、これですね、ここを見るんです。で、ここにですね、東京の場合はこれだよって書いてあるんですね。で、見ると、ここにですね、mypurecloud.jp だって書いてあるので、まあ、これをですね、まあ、覚えておいて、で、ここに貼ると。ちょっと API 入れますね。はい。まあ、こういうふうにですね、してあげると、この3行はこれで、結構ですという内容ですね。はい。で、もう一つ実は足りないものがありまして、それはですね、このインポート文をちょっと見ていただくと、まあ、これもですね、Python 少し覚えなきゃいけないかなと思いますけど、インポートっていうのは、まあ、Python で使うモジュールをですね、取り込むみたいな命令になってまして、実はですね、簡単に言うと、このベース64とか SIS とか OS、これについては、もう Python インストールした時点でもう入っているようなモジュールになってますので、まあ、特に気にしなくてもいいんですね。で、ただですね、このリクエストっていうこの真ん中のこれだけはですね、デフォルトでは入ってないので、インストールしてあげないといけないって、このパソコンの Python 環境にインストールしてあげないといけないってことになります。はい。で、どうやってインストールするかと言いますと、このリクエストってこう名前だけ覚えておきますね。はい。で、コマンドプロンプト立ち上げまして、ここからですね、先ほどもやりましたけど、PIP インストールっていうのを使いますね。はい。そして、モジュール名です。PIP インストールリクエストですね。はい。これでインストールできます。で、こうするとですね、インターネットに対して、このリクエストっていうモジュールを取りに行ってですね、で、インストールしてくれます。はい。これでインストールできましたので、これでいいんですが、一応確認はですね、PIP リスト。こうやりますと、今入ってるモジュール何っていうところで、分かってですね、ここに今申し、今インストールした、リクエストモジュールが入ってるかと思います。これですね。はい。これが表示されていればちゃんと入っているよということになりますので、これでいいです。はい。で、これでですね、この1行目の処理と、あとですね、このクライアント ID とかシークレットの処理、この2つが書けましたので、これで動くはずなんですね。で、実行はどうやってやるかと言いますと、このターミナルを1つ立ち上げるんですね。新しいターミナル。こうやりますと、下にこう出てきます。はい。で、ここでですね、今ちょうどですね、GC ってさっきやりましたかね。はい。この GC っていうフォルダ開いてます。開いてる状態で、ここで、インストール、あ、ごめんなさい、実行フォルダになりましたので、ここからですね、Python 実行します。Python 実行はですね、py っていうコマンドを使いまして、そしてファイル名ですね。oauth のなんちゃらかんちゃらと。はい。これでいいですね。はい。あ、これちょっとセーブしておきましょうか。ファイルのセーブ、保存し。はい。で、これで、セーブしたものをですね、実行できます。はい。oauth のテストをこれで実行します。してみましょう。はい。そうしますとですね、ちょっと今もう実行終わったんですけどね、こう見ますと、はい。ですね、JS グラド、Python クライアント、クレデンシャル、エクザンプルと、まあ例ですよと。で、ゲットトークン、ゲットロールズ、まあ、なんのエラーもなくですね、トークンがゲットできて、トークンというのは認証ですね。はい。で、ロールが、ゲットできましたと。で、こう、ロールスってところにいろいろ上がってますけど、これがですね、私が相手にしているこのジェネシスクラウドの環境に存在するロールですね。それを表示してくれました。まあ、こうやって段としてですね、まあ、正しく動いたことがわかりますので、OOS もクリアしたんだなと。はい。で、先ほどインストールしたリクエスト、これも無事インストールして使われてるんだなということがわかりますので、まあ、一番簡単なプログラムとして、まあ、この OOS のサンプルが実行できたことがわかるんですね。はい。
ここまででですね、OAuth の認証が通りまして、簡単な情報を取得できたということで、今度はですね、もう少し実用に近いことをということで、ここに挙げましたけど、マチコ情報をですね、取ることをやってみたいと思います。マチコ情報っていうのは、まあ、Q っていう、まあ、ジェネシスクラウドの Q グループですね、についての情報の一つなんですね。で、その Q 情報が取れるサンプル、これがですね、デベロッパーセンター上にありますので、これを使っていきます。はい、まずはですね、デベロッパーセンターにアクセスするところから進めていきます。はい、こちらがですね、デベロッパーセンターのチュートリアルですね。先ほども出てきました。この中の、Python プログラムの中のですね、情報を探していきます。で、この中でですね、Q 情報を得るのが、このリアルタイム Q オブザベーションクエリっていう、このサンプルなんですね。これ Python だけ用意されてますけど、でこのサンプルをですね、まあ、使ってですね、Q 情報、リアルタイムの Q 情報を入手したいと思います。サンプルに行きますと、まあ、こういうふうにですね、先ほどと同じようにですね、サンプル載ってます。今度はちょっと長めになってますね。こういろいろとこう長くなってますけど、でこの内容ですね、まあ、解説なんかもやっぱり読んでいただく、まあですね、いろんな解説読めますけど、まあ、この内容をですね、丸々コピーするときには、このコピーボタンを押しますね。はい。で、コードの方に行っていただいて、はい。今度はですね、別のファイルを作りましょう。はい。ここでですね、そうですね。Q テストとかやってみましょうか。はい、来ました。で、ここでさっきの、コピーしたものをペーストして貼り付けます。はい。で、これでできました。でですね、先ほどですね、OAuthのサンプルでもやったようにですね、ここの情報を書き換えてあげる必要があります。ちょっとですね、OAuthの時とちょっと書き方が変わってるみたいですね。クライアント ID とかクライアントシークレット同じですけど、この、オーグのリージョンという書き方がちょっと変わってるみたいですね。ここは US East 1みたいなことを書けって書いてありますね。はい。これ注意しながらやっていきます。で、ですね、このクライアント情報については、資格情報については、ここから入手します。クライアント ID はこれからコピーしまして、ここに貼り付けていきます。はい。やっぱりですね、環境リスト使われてみたいですけど、こうやってやっていただいて、はい。次ですね、クライアントシークレットですね。それはこの下からですね、コピーします。はい。はい、コピーしました。今度はリージョンですね。この US East 1というふうに書きなさいって書いてあるので、こちらはですね、このリージョンのサイトを見ていただくと、はい、載ってますけどもね。はい。東京の場合は、ここですね。はい。AP North East 1というふうに書くんですね。これをコピーします。はい。で、ここで貼り付けをしますが、はい。まあ、こういう形でやれば、この産業はこれで結構かと思います。はい。でですね、またインポート文見るわけなんですけど、こういろいろあります中で、入ってないモジュールいっぱいありますと。この中の一つが、このピュアクラウドプラットフォーム V2 っていうクライアント V2、これですね。これこそがですね、ジェネシスクラウドの、API のSDK ですね。になります。で、先ほど何 OAuth の時には使ってなかったのって言うと、そうなんですよ。使ってなかったんですね。はい。で、このですね、モジュール入れることから、Genesis Cloud の API 使うことにつながっていきますけども、これを入れてきます。はい。この名前、やっぱり覚えておく必要がありますが、コピーしておきましょう。はい。で、同じようにですね、プロンプトからですね、PIP インストールですね。はい。で、これさっきのやつの名前ですね。これを入れてきます。はい、インストール終わりました。はい、引き続きですね、まだ入ってないモジュールやりますね。WebSockets、これ入ってないので、これもやっぱり覚えておきます。コピーします。はい、で同じですね。はい、WebSockets、これを入れます。はい、入りました。はい、他にですね、足りないものっていうところを見ていく限りはないので、これでよろしいかと思います。はい、でここまでですね、この産業クレデンシャルのところと、あとですね、必要そうなモジュールをインストールを終えました。はい、でそれからですね、このアプリ、このサンプルソースはですね、Q についての情報を取るんですけど、そのどの Q の情報を取るっていうのはここに書かないといけないですね、QID。はい。これを調べに行きたいと思います。で、自分がですね、ご自分が Genesis Cloud で試験とかテストに使っている Q をですね、まあ、思い出して想定していただければと思うんですけど、ちょっと探しに行きたいと思います。はい。で、こういう時に役に立つのがデベロッパーセンターのツールですね。
はい。で、この中にですね、そうですね。はい。API Explorer っていうのがありまして、で、これを立ち上げると、API をいろいろ叩いてみることができるんですけどね。はい。で、今何も選ばれてませんけど、ですね。ルーティングっていうところですね。はい。ルーティング関係ですね。はい。立ち上げます。そうすると、Queues ってありますね。はい。まあ、Q を調べたいので、こうやってやりますと、なんかいろいろありますけど、そうですね、get のリストオブ Qs。まあ、これなんかいいかなと。はい。Q の、リストをゲットするっていう意味ですね。はい。こうなります。で、これでこの命令をですね、ここで叩いてみることができるんですけども、ここにネームにですね、ご自分の、使っているテストのですね、Q をですね、入力します。で、リクエストを送ってみると。はい。そうすると、200OK なので、あ、ちゃんとできたなって、F 休日セールス。まあ、この Q についての情報が得られたなってことで。で、必要なのはこの ID ですね。はい。これです。これをコピーしますね。はい。そして、さっきのソース、ここに貼り付けると。はい。これでですね、どの Q の情報を引っ張ってくるかっていうのが、これで指定できたことになるんですね。はい。それですね、この状態で、まあ、完成なんですけど、ここでですね、まず一旦保存して、で、ターミナルを開けますと。はい。で、ここで、先ほどやりました、py コマンド。はい。そして、この Q。はい。これをですね、これで実行します。はい。あ、エラー出ましたね。キーエラーということで、AP ノースツーイースト1がですね、ないみたいですね。はい。で、ここですね、大体皆さん、つまずくとこなんですね。はい。何かと言いますと、先ほどのここですね。AP ノースイースト1とこれ貼り付けましたけどね。私、このサイトを見ながら、しましたね。はい。私、こちらのサイトを見ながらですね、貼り付けたと思うんですけど、これがですね、本当に引っかかりポイントですね。はい。No AP ノースイースト1、これですが、こう書いてあるんですが、ここですね、マイナスではないんですね。アンダーバーにしてください。これはですね、ちょっとドキュメントを直した方がいいんじゃないかと思いますけどね。はい。これで、また保存します。はい。これでいいです。はい。で、このプロンプトターミナルからですね、また同じことをやりますが、同じコマンド入力したいときは、上を押しま、カーソルキーの上を押していただければ、履歴がこう取れるんで。はい。この中のこれですね。はい。ここで実行しますね。はい。で、こうするとですね、このリスニングトゥウェブソケット、ウェブソケットをですね、まあ、リスニングしてますという状態になりますので、この状態でですね、ちょっとテストコールを、先ほど指定した Q に対してテストコールを入れてみるといいんですね。ご電話ありがとうございます。係を呼び出しております。しばらくお待ちください。はい、なんかこう、情報動いたじゃないですか。はい。まあ、これでですね、簡単に言うと、まあ、リアルタイムな情報を取れてるなってことがわかるんですね。はい。で、まあ、良さそうなので、ちょっとですね、これでこのアプリケーション自体はと、あの、止めておこうと思います。止めるときはですね、実行中にコントロール C を押せば止まります。はい。キーボードインタラプトっていう形で止まっています。はい。これで実行は終了しました。はい。こういう形でですね、入手してきた、デベロッパーセンターから入手してきたサンプルがこう動いたということになりますね。はい。で、今のままですと、町子情報どころかですね、Q についての情報ずらずら出てきて、こう、めんどくさいっていうか、欲しい情報がどれなのかわかんないってことになりますので、もうちょっと工夫をしたいと思うんですね。で、その時にですね、どこを工夫するかと言いますと、ですね、この、何ですかね。Q 情報を得るときに、フィルターっていうのを指定できるようになってまして、そのフィルターをですね、工夫すると、町子情報だけ取れるっていうことができます。はい。で、それはどこかと言いますと、今表示しているここなんですね。ディスプレイ Q オブザベーションで、これがですね、Q オブザベーションを表示しているところになるんですけど、ここにですね、フィルターが定義されてるんですよ。ちょっとわかりに、にくいと思いますけどね。はい。で、ここをですね、うまく書いてあげれば、もうちょっとですね、情報をこう、抽出することが、狭めることができるんです。はい。で、そのフィルターですが、ここを
埋めなきゃいけないと。で、これがですね、なかなか難しいというか、独特の文法をしていて、ちょっとわかりづらいと思うんですね。はい。で、これをですね、助けるツール、やっぱりありまして、で、やっぱりデベロッパーツールの方に行きます。はい。先ほど API Explorer っていう、こういうツール使いましたけど、もうちょっと違う情報がありまして、それがですね。はい。で、このツールズの中に、このさっきの API ではなくて、Explorer ではなくて、このクエリービルダー、Analytics クエリービルダーって、これを使うんですね。はい。そうしますと、このですね、フィルターを設計することができる。まあ、他にもいろんな設計できるんですけどね。はい。Q オブザベーションについての何かができるところを選びますね。はい。で、ここでですね、フィルターをここで作っていくことができるんですよ。作っていくことが。はい。で、ここからですね、どうやってやるかと言いますと、まずですね、この辺もなんかもうタイプとか、このフィルターのタイプはアンドですよ。まあ、アンドかオーが選べますね。アンドですと。で、次にですね、この、クラウズっていうんですかね。はい。これをですね、入力していきます。これも対応のフィルター条件アンドにして、で、どういうフィルターをかけるかと。まあ、ディメンジョン選びまして、メディアタイプとしてっていうありますけど、ここ QID にしますね。はい。で、マッチする。どれにってことで、ここでですね、先ほど私入力してましたが、はい、FQD セールス。はい。これでフィルターします。で、もう一つフィルターつけたいと思います。それはですね、こうやって、ディメンジョンでいいんですが、メディアタイプ。で、今度はですね、ここをさっき QID にしましたけど、ここメディアタイプにしまして、ここをですね、コールにしようと。ボイスですね。はい。こうすると、コールについてだけ監視します。それから、Q については、FQ 実セールスっていう Q を監視します。ということで、フィルターかかりました。で、あとはですね、もう一つ、そうですね、下の方に行くと。はい。メトリクスっていうところがありまして、どの情報を表示するかっていうのはここで選べるんですよ。はい。で、ここでマチコっていうのを先ほど、私から申し上げておりましたけど、そのマチコ情報をですね、ここで選んであげると、オーウェイティングっていうのが実はそうなんですね。はい。こうすると、ですね、先ほどのこのフィルター条件 F9 実セールスのコールで、かつですね、待っている数っていうふうにこうフィルターができます。はい。で、作られた、フィルターここにありますので、はい。で、これをですね、使うと。で、ちょっと試しに実行してみることができます。こうやってですね。はい。そうすると、あ、できそうだなと。なんかこう、エラーにならなければ、使えそうなフィルターってことになるんですけど。ということで、ここのフィルターをちょっとコピーしておきますね。こうやってですね。はい。はい、コピーします。はい。で、先ほどのコードに移っていただいて、この辺のフィルターをですね、書き換えるということになります。な。はい。ここに貼り付けます。ちょっとですね、インデントがおかしいので調整します。はい。これでですね、この部分の整形もきれいにしておきました。まあ、インテントで分かりやすくしたっていう感じですけどね。はい。でですね、一つだけこのバリューってところがですね、QID が直接書かれているので、ここはですね、先ほど変数に入ってますから、ちょっとそこだけですね、みっともないので変えておきましょうと。はい、ここですね。QID。はい、ここを。はい。まあ、これでですね、いいのかなと思いますので、この状態で、ファイルをセーブして、はい。で、ターミナルで実行してみましょう。はい。ウェブソケットのですね、ヒアリング状態になりましたので、ここでですね、じゃあテストコールを入れましょう。お電話ありがとうございます。係を呼び出しております。しばらくお待ちください。はい。もう来ましたね。はい。で、今ですね、見ていただくと、この、こういうところですね。オーウェイティングのカウントが1。要は、待ち子が1だって、これでわかります。ただいま、電話が大変混み合っております。ただいまのお客様の。はい。でですね、今、待ち子なくしたんですね。ええ。切ったんですね、電話。そうすると、このカウントが0になったってことがわかります。まあ、こんな風にですね、待ち子の情報をこう追っかけることができるんですね。もう一コール入れましょう。お電話ありがとう。係を呼び出しております。しばらくお待ちください。
はい。まで1になりましたね、カウントが。はい。切ってみます。はい。今、電話を切ってですね、待ちが0の状態なんですけど、なぜか最後まで、カウントが1のままになってる。まあ、こういうことがですね、時々あるんですね、このサンプルアプリ。で、これですと、待ち子が0になったのにですね、API からは1が返ってきてるっていう状態が最初になっちゃうので、ちょっとちぐはぐすると。で、まあ、この辺ですね、いくつか、まあ、対処しなきゃいけないと思うんですけど、いくつかやるようがあって、まあ、今はですね、notifications っていうですね、急な状態が変わったよっていう時に連絡をもらう。で連絡もらったらですね、そのオブザベーションクエリかけて、待ち子が何個かって聞きに行ってるんですね。で、つまりですね、急が動いたよっていう連絡がない限りは、その今待ち子が何個かっていうのを調べに行かないようになってるので、そこをですね、まあ、時々は調べに行くみたいにしてあげると、このような、まあ、待ち子の数が正しくない、あるいはずれるっていうことが防げるのかなと思っています。で、少しここではですね、その辺の対処を入れてみたいと思います。ちょっと短絡的かもしれませんけども、例えばですが、3秒おきにですね、そのオブザベーションクエリをかけるというふうに回収してみたいと思います。はい。で、このアプリケーションの、構造なんですけども、ざーっときまして、まあ、関数がですね、ここにディスプレイクエリオブザベーションっていうのがあって、で、あとですね、それ以外は、あ、そうですね。ここに Listen to Web Socket。まあ、これでソケットを監視するって、まあ、この2つで基本的にできてます。で、メインルーチンのところはここの2行になってますね。はい。で、ここでですね、Listen to Web Socket 読んでみたいなことをやってるんですけど、このメインルーチンをですね、ちょっと書き換えてあげたいと思います。はい。一旦コメントアウトします。この2つですね。はい。でですね、どういうことを考えるかと言いますと、まあ、ここにですね、ちょっと無限ループを1つですね、入れますよと。でですね、ここをディスプレイキーオブザベーション呼ぶのは、呼ぶと。呼べば、現在の待ち子をですね、情報を得られるので、こう呼んであげる。で、ですね、まあ、3秒ぐらい待つかっていうので、まあ、こんな風にやってみると。はい。これで、まあ、ディスプレイキーオブザベーションをですね、3秒おきに呼ぶっていう、こんな風にかけたと思います。はい。でですね、そうだな。はい、これちょっと下に置いてみましょうか。こういうふうにできたとします。で、次はですね、Q Observation の値を表示するところをちょっと変えようと思うんですね。この辺がですね、結果を表示するところですね。こういうふうにディスプレイアナリティクスオブザベーションクエリとかいうのを表示してから、中の結果をですね、これで表示していると、こんなところをやってます。で、この辺が分かりづらいと思いますので、まず一旦ですね、この辺、まあ、この API レスポンスっていう内容、まあ、これもまんま表示してるとどうなってるかと言いますと、こういうふうになっていたと思いますね。はい。ディスプレイなんたらかんたらが出てきて、この後で結果がずらっと出てくると。まあ、これで、あとは我々が欲しいのは、ここの行だけなんです。このカウント1ってここだけなんですね。で、これだと、待ち個数が分かりづらいと思いますので、ここにですね、フィルターをちょっと定義してあげて、その1だけをですね、表示してあげようかなと思います。はい。で、まずはですね、この辺いらないのでコメントアウトしています。はい。それからフィルターを定義していきますが、正規表現っていうのをですね、使ってやるんです。この辺はですね、ちょっと、まあ、難しくなるので説明しませんけども、Python ではですね、この RE っていうモジュールを読み込むとですね、正規表現扱えるようになりますので、これをですね、こう、あ、ごめんなさい。インポートですね。インポートします。はい。これで、正規表現を使うための準備ができていまして、じゃあさっきのところにですね、この API レスポンスとこの中身をですね、少し、解釈するようなフィルターを組んでみたいと思いますと。はい。で、例えば、そうですね、find text start row。こういう文字列からですね、スタートするものを検出しますよと。で、キーワードを検出して、なんて言いますかね、抽出元の、テキストを、テキストっていうところで、受け取ると。こんな風に作ってみますね。で、探すのはキーワードの、文文言ですね。で、正規表現をちょっと使いますね。で、リザルトってところにですね、その抽出結果を入れようとすると。で、ここで、先ほどインポートした リですね。RE。で、サーチします。サーチ。で、テキストですね。
これでですね、テキストの内容からですね、サーチすると、まあ、このキーワードとプラス、ドットプラスっていう、まあ、これが正規表現ですけど、この文言を探すことができます。で、リザルトの中にそれが入りますので、もしですね、このリザルトの中身がですね、何にも入ってないっていう場合については、リターン、何を返すかと。はい。で、そうでなければ入っているってことなので、ですね。リザルト。なんかもね、ちょっと難しいんですけどね。リプレースっていうので文字列をですね、こう置換するんですね。ストリップっていうのはこう、文字列の末尾をですね、処理するんですが、スペースが、スペースとか、カンマがあったときには、それを、まあ、削除するっていう処理をします。まあ、こういうふうにするとですね、この find text start from で、この、キーワードを、検出したり、今回はカウントっていうのをですね、考えていますけど、この結果の中から、このカウントがあれば、それを拾うってことができます。で、かつですね、このストーリー最後の末尾をですね、削除するっていうものでですね、カンマとかそういったもスペース、いらないスペース、そういったものも削除して、その数字だけをですね、リターンしてくれるようになります。はい。で、この関数作りましたんで、これをですね、さっきの結果のところに反映させると。ここですね、API レスポンスっていうところ、ここに結果が入っているので、これをですね、ちょっと変えますと。文字列に変えますと。さっきのファインドテクストを使いますと。で、この QSTR、この中に待ち個数の数だけ入りますので、これちょっと中身をですね。この辺なんかはですね、好きなようにしてくださいと。こうすればですね、先ほどのその、こう、読みにくい、ここの中からこの行だけを、抽出して、待ち個数はって言って表示してくれるようになるかなと思います。はい。この辺はですね、正規表現の勉強をちょっとする必要がありますけど、今はですね、取り急ぎ、まあ、こんなことができるんだと思ってください。はい。で、そうですね。それからファイルをセーブをして、それでは修正したプログラム実行してみたいと思います。はい。今ですね、待ち個数は0っていうふうに表示されまして、これが3秒おきに表示されていると思います。テストコールをこれで入れてみたいと思います。お電話、ありがとう。係を呼び出しております。しばらくお待ちください。はい、待ちが1になりました。はい。表示もですね、1になってます。まあ、こういうふうにですね、3秒おきに API 呼びまして、状況確認しているので、まあ、間違いなくですね、現在の待ち個数が出てくるというふうになります。まあ、実際のところはですね、こんなに API 頻繁に呼ぶ必要はないです。3秒に1回ではなくて、それほどリアルタイム性がですね、必要なければ10秒に1回ぐらいで構わないかだと思いますが、まあ、こんなふうにしてですね、リアルタイムの待ち個数を正しく得るということも、まあ、対処の一つ、やり方だと思います。まあ、本来はですね、ノティフィケーションズをですね、もうちょっとうまく使いこなせばですね、この辺うまくできるんじゃないかなと思ってますけども、まあ、こんなやり方も一つとして、ご紹介を差し上げました。この辺なんかをですね、見て想像つく方もいらっしゃると思いますが、この待ち個数の数字をですね、うまく使えば、
例えばですね、LED に表示なんかすれば、マチコランプみたいなことができるっていうことになるんですね。はい。なので、まあ API から、API を使ってですね、ジェネシスクラウドから得た数字をですね、外部で活用するというものの、一つかと思いますね。はい。皆さんの想像でですね、API を使って得たデータをですね、何らか、幅広く活用するようなことをですね、ぜひ考えてみていただきたいと思います。はい。以上、ここまでが Genesis Cloud の API を使った開発環境の構築からですね、デベロッパーセンターにあるサンプルを動作させるまでの具体的な手順の説明でございました。まあ、開発というとですね、どうしてもこう一定のこうハードルがあるもんなんですが、この動画ではですね、それをなるべくこう低くしまして、具体的な画面、それから操作、これをですね、見ていただくようにしました。この動画を見ながらですね、皆さんの PC にも Genesis Cloud の API を使った開発ができる環境、これをですね、整えていただいて、API 開発というものをですね、もっとこう身近にですね、感じていただければと思うんですね。まあ、そしてですね、少しでも多くの人が Genesis Cloud の API の活用、をされることを願っております。そうすればですね、ジェネシスクラウドそのものにもですね、きっと愛着を持っていただけるんじゃないかなと思っております。はい。それではまたご視聴ありがとうございました。